たんだ。アビア、あれは。違います、スカル、シルッターなんかじゃありません。ジェンさん、聞こえますか？アミアです。お願いがあります。死ぬわけないよな。やっとミーシャに会えたんだから。そろそろミーシャも逃げ切った頃だ。私の後ろで。さっきまでと全然違う。私たちをやっつけて生きて帰ることにしたので。負傷者を岩陰に。なんですよね。どうしてですか？ミーシャさん。私は、許されないことを、しました。ですが、お願いです。もう一度だけ、話を聞いてもらえませんか？話、意味ないよ。きっと、すべてこうなる運命だったの。アーミア、お人形の作り方、教えてあげられなくて、ごめんね。アーミア、早く、ミーシャを無力化するんだ。アーミア！やっと。これで。迷いは見せてはならないと言ったはずだ。一瞬の躊躇が戦局を左右する。自分が背負っている責任の重さがまだわからないのか。これが私たちの結末だ。